今日もこんにちは、萩原優です。この動画はギターを始めたばかりの超初心者ギタリストさんのための練習曲です。右手の使い方、左手の指の動かし方など初歩の初歩のトレーニングをこの5分間のメニューにギュッとまとめました。繰り返し弾くことによってちょっとずつですが必ずギターが弾けるようになります。毎日ギターを触ったらまずこれやってくれたら嬉しいです。それではやっていきましょう。まずは右手、弦を1本ずつ弾いていきましょう。細い方から4回弾きましょうか。2本目、3本目、これを1弦、2弦、3弦という呼び方ですね。4本目、これが4弦ですね。次5弦、一番太い方6弦、次また一番細い方に戻りますよ。1弦、2回で変わります。2弦、3弦、4弦、手首の力を抜いて、ピッキング強すぎませんか？大丈夫ですか？はい、OK です。次はコードを弾いてみましょう。Em、中指と薬指を使います。この形。1、2、3、4。左手は第一関節を曲げる。そうすると綺麗に抑えられますよ。右手は力を抜いて、手首で弾くんじゃなくて肘から振る、そういう感じですね。はい、OK です。次は Am というコードです。今押さえてた2本の指1本ずつ弦移動して、人差し指も追加。指立ててますか？1弦2弦が鳴ってないという時はもっと指を立てる。第一関節ちゃんと曲がってますか？右手力抜いて肘から振るだけ。手先はなんならピック持ってるだけで OK です。さあ次は Em と Am、 今のを4回ずつ交互に弾いてみましょう。 1、2、3、4、Am、Em、Em、 頑張ってコードチェンジ間に合え。 Am、 はい、 OK です。次は今のと同じコードを右手アップストロークだけで弾いてみましょう。下から上、1、2、3、4。はい、手首の力抜いて、手首でピックはちょっとだけ寝かすと弦に引っかからなくなります。で肘から動かすと、はい、 OK です。そしたらここからはドレミを弾いていきます。指をしっかり立てて、最初は薬指から。隣の弦がレです。何も押さえないでレ。次中指、その隣を薬指、隣の弦を開放で、次中指、隣の弦、最後は人差し指。よし、じゃあもう一回やります。ここを5弦の3フレットという言い方、次ここを4弦の開放弦と言います。ここが4弦の2フレット、次3フレット、次3弦の開放弦、中指で2フレット、2弦の開放弦、2弦の1フレット。OK、じゃあもう一回やります。2回ずつで次の音に行きましょう。この時も左手指立てるんだよ。はい、OK です。今日もお疲れ様でした。もしまだ難しすぎたらテンポを落として、余裕ができたら明日からテンポ早めてやってみるか、次のレベルのトレーニング曲も作ってますので、そちらにステップアップしてください。それぞれの動作やコード等は個別に丁寧な解説動画を作ってますので、自分が今できていないところはそちらの動画でじっくりと練習してください。この動画のコメント欄をね、皆さんの取り組み報告、励まし合いなどに使ってくれたら僕はすごい嬉しいです。継続が力になる、弾けるようになったらギターはもっと楽しくなる。それではまた明日、萩原優でした。バイバイ。